杉並区立高井戸中学校は東京都杉並区高井戸東一丁目にある公立中学校。1947年4月に開校。1982年度からは南朝学級が設置されており、区内に在住する聴覚障害者が通学する。校歌は近大地京介が作詞、高木東六が作曲を担当した。東中学校のシンボルとして、 アンネのバラが1976年に植えられ、代々の在校生に花盛りが引き継がれながら、現在もその花が咲いている。部活動では、国公立中学校としては、全国で2校しかないゴルフ部のある学校として有名であり、ゴルフ部があるからという理由で越境してくる生徒もいる。近隣の練習場と提携した活動が行われており、外部指導員により、 本格的な指導を受けることができる。1974年にアンネの日記を教材として、教諭の指導により、国語の授業で生徒たちがアンネ・フランクへの手紙を書き、それを文集にまとめて父の夫をフランクへ送った。アンネのバラを平和のシンボルとして植えたいとの生徒の思いに感動した夫はスイスからバラを送ると約束し、 1976年3月24日に日本に届いたバラは都立農業試験所で3ヶ月育てられ、アンネの誕生日である6月12日に学校に運ばれた。バラは生徒たちによるアンネのバラ委員会が水やりなど日頃の世話を行い保護者と地域住民によるアンネのバラサポーターズは生徒たちの手には負えない作業で協力する。 2014年の一般公開には1277人が訪れた。中学で育ったバラは北海道から九州までの学校や施設にも送られ、各地で可憐な花を咲かせている。ありがとうございます。